代表サッカー選手。現在は、無所属。ポジションはディフェンダーで、主に左サイドバックを務める。愛称はドック。エラスベローナ FC のタブ組織を経て、2001から02シーズンにセリエ A デビュー。同シーズンにクラブは広角となったため、セリエ B にて経験を積む。2005から06シーズンは、 トレビーゾ FC でプレーした。2006年7月12日にウディネーゼカルチョに移籍。2年目の2007から08シーズン、パスクアールマリーの監督の指導下でブレークし、左のサイドハーフ及びサイドバックとして注目を集めた。2008年7月4日、リバプール FC に移籍金700万ポンド、4年契約で加入した。 A.S. ローマに移籍したヨンアルネリーセの穴を埋めることを期待され、8月16日にサンダーランド A.F.C. 戦でデビューした。2009年3月10日、UEFA チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦、レアルマドリード戦でリバプールでの初ゴールを決め、4日後のマンチェスターユナイテッド F.C. 戦でプレミアリーグ初ゴールを決めた。しかし、 ファビオ・アウレリオやエミリアーノ・インスアの存在もあって、定位置を確保するには至らず、2009年に入ってからはたびたび、イタリア復帰が噂された。2010年1月8日に SSC ナポリへ移籍。契約期間は2014年までで、移籍金は425万ユーロ。1月13日に行われたコッパイタリアのユベントス、FC 戦で、 ナポリの一員として初出場。移籍後は、スリーバック戦術のためもっぱら左ウィングバックとしての起用だが、地位は不動のものとなった。2013年1月10日に US チッタディパレルモにレンタル移籍が決定。2014年11月6日、フットボールリーグ1のレートンオリエント FC に加入した。2015年8月8日、 チャレンジリーグの FC キアッソと一年契約を結び、背番号は6に決定した。2007年10月17日の南アフリカ代表戦でイタリア代表デビューした。ロベルト・ドナドーニ監督の下で FIFA コンフェデレーションズカップ2009にも出場したが、ブラジル代表戦ではオーンゴールのミスを犯し、試合も3から0で敗れた。ありがとうございます。